ロバート・デ・ニーロ、ロバート・デ・ニーロ、ロバート・デニ・ーデニーロ、1943年8月17日帯は、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、アカデミー助演男優賞を受賞した、ゴッド・ファーザー・パート、e ・イアカデミー主演男優賞を受賞した、レイジングブル、および、タクシードライバーをはじめとするマーティン・スコセッシュ監督の一連の作品への出演で知られる。 アメリカ芸術科学アカデミー会員である。撮影の前に徹底した役作りを行うことで有名。また、グッド・シェパードなどの作品で映画監督も務めている。ニューヨークのグリニッチ・ビレッジ出身。父親のロバート・デ・ニーロ・エス・アールと母親のバージニア・アドミラルは共に画家。父はイタリア系及びアイルランド系であり、母はイングランド、ドイツ、 フランス、オランダの血を引いていた。2歳の頃に両親が離婚し、母親の下で育てられたが、父親も近くに暮らしていたため行き来して育つ。少年時代から役者に憧れ、ステラードラーの下で演技を学んだ後に、名門アクターズスタジオに通った。一時期ヨーロッパに出向き、各国を渡り歩きながら演技の修行をしていたことも、あった。役者として、駆け出しの頃は、同様に、 無名フィルムメーカーであった、ブライアン・デ・パルマ監督とコンビを組んでいた。1972年に公開された、ゴッドファーザーで、ソニーやマイケル役のオーディションを受けたが落選。しかし、監督のフランシス・フォード・コッポラは、デニーロの演技力を高く評価し、続編の、パート E では、若きドンビトコルレオーネの役を割り当てた。デニーロは、この役を演じるためにわざわざ、 シチリアまでおもむきシチリアなまりのイタリア語をマスターした。あと、マーロン・ブランドのしゃがれた声を真似るために、必死の練習をしたという。その演技は、評判となりアカデミー助演団優勝を受賞した。1973年には長らくコンビを組むことになるマーティンス・スコセッシュ監督のミーン・ストリートに出演。これ以降、タクシードライバー。1976年、ニューヨーク・ニューヨーク。 1977年、レイジングブル、1980年、キング・オブ・コメディ、1983年、グッド・フェローズ、1990年、ケープ・フィアー、1991年、カジノ、1995年といった同監督の作品に主演した。2012年には、イギリスのトータル・フィルム誌の発表した映画史に残る監督と俳優のコラボレーション50組にて、 1> 第1位に選ばれた。現在企画中のスコセッシ監督作、ザ・イリ理マンにて9度目のコンビを組むことが予定されている。2013年公開の主演作、マラビータではスコセッシは制作総指揮を通した。アカデミー主演男優賞を受賞した、レイジングブルでは体を鍛え上げボクサー役を演じた。あと、おいた、主人公を演じるために体重を20キロ増やした。 このようなデニーロ流の徹底した役作りは、デニーロアプローチと呼ばれるようになり、彼の代名詞となった出世作である、ゴッドファーザーパート E をはじめ、タクシードライバー、ワンスアッ p o アタイム m e in America、Untouchable, g o o など、犯罪映画に多く出演してきたが、1980年代半ばからは、コメディ映画などでも成功を収め、近年は、ミートザペアレンツや、 アナライズユーで、コカルな役柄を演じるなど幅広い演技力を見せている。1988年には、ジェーン・ロー・ゼンタールと共同で、プロダクション、トライベッカ、トライベッカフィルムセンターを設立。初監督となった1993年の、ブロンクス物語、愛に包まれた街など、監督や制作としても活躍している。 2013年には、世界に一つのプレイブックで21年ぶりに、アカデミー助演団優勝にノミネートされ、歓暦を超えても、なお精力的に活動を続けている。また、幼女であるトレナ・デニーロとは、噂の真相、ワグザドック、1997年以降、何度か共演している。上述の通り、デニーロは役になりきるための努力を惜しまない。その例を挙げる。 2005年にイタリアのシルビオベルルスコーニ首相が彼を著名なイタリア系移民として表彰しようとしたが一部市民団体がデニーロはゴッドファーザーなどでイタリアイコールマフィのマイナスイメージを植え付けた人物だとして抗議した。右与曲折の末2006年のローマ映画祭の最終日のセレモニーの際に名誉市民権が授与された。1976年に 女優のダイアン・アボットと結婚し、アボットの娘、ドレナデ・ニーロを養子に取り、息子、ラファエルを儲けるも1988年離婚。1995年には当時交際していたモデルのトーキエス・スミスとの間に、対外受精で双子を儲ける。1997年に、女優のグレース・ハイタワーと再婚1998年には、息子エリオットが生まれた。 1999年8月にはデニーロが離婚の申し立てを行ったが離婚はせず2011年には娘グレースが生まれている2016年3月にトライベッカ映画祭への出品作品取り消し問題についての書面の中で夫が自閉症だと発表した2012年5月にはベーツ大学より博士号を授与された生まれ育った マンハッタンのトライベッカ地域には特に愛着を持っている。共同で設立したプロダクションにもその名を使い、アメリカ同時多発テロで被害を受けた復興のためにトライベッカ映画祭を主催するほか、トライベッカグリルやノブ、松久ノブユキとの共同などのレストランを経営している。テレビ CM や雑誌などの広告にはほとんど出演していないが、トライベッカ映画祭に共産している縁もあって、 アメリカンエキスプレスの広告に出演したことがある。JZ の曲、アンピール・ステート・オブ・マインドの歌詞にも、トライベッカとデニーロの名前が登場している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。